どんぐらい湿った感じですか。どれぐらい、私くせっ毛なんで、毛がくせ毛なんで、ああ私の髪の毛が、うん、おーってこう、お尻だぞっていうのが分かる、そういう風になるといい。なるほど。それ何パーセント以上ですか。何パーセントなんでしょうね。今度検証してみます。よろしいですか。わかりました、ありがとうございます。はい。僕夏が好きなグループにいるんですけども、はいはい、天気の中で好きなもの、うん、まあ、全ての現象の中で言ったら、うん、まあ、夏を選んでおきながらなんですけど、はいはい、雪が好きなものです。わかるよ。それはありですよ。はい、はい、ありです。まあ、ちなみに夏の中で限って言ったら、うん、その好きな理由は、まあ、晴れた日が多くて、うん、まあ、なんか外で、はいはい、出やすいな。その感じもわかります。はい、嫌いなのは何ですか。嫌いなものは逆に大雨。うん、大雨嫌いなんですか。もう傘でもう防ぎきれないような雨降ったらもう、はい、靴とか濡れて、昨日も本当に大変なことになりましたから。昨日は大変なことになりました。大雨って何ミリ以上の雨が大雨ですか。何ミリ以上なんですか、あれ。いや、自分にとってですか。自分別にその気象庁の、気象大学校だから気象庁の定義じゃなくてもですよ。いや、もう何かわからないですけど、とりあえずもう傘食っても、傘差しても、なんか防ぎきれなければ大雨かなって自分の中で。それは風もありってことですね。あー、でもなんか風なくても激しかったら跳ね返り広いじゃないですか。いやもうあれがまず本当に嫌なんですよ。靴がね。靴塗る。はい。この靴が、今大丈夫ですか。このナイキの、これがね。いや、ダメになっちゃうじゃん、臭くなっちゃうじゃん、今の感じですか。はい、いい感じですね。次行きましょう。僕は寒いのは全般好きじゃないんですけども、はい、特にあの雪が嫌いで、出た、天敵ですね。いやいや絶対仲良くなれないタイプ。僕は青森出身で、はい、そういうと雪が育ちなんですけど、なるほど、逆にあの、その雪の被害を被ってきたというか。なるほどね。学校に行くもうトラウマじゃないけど、そこまでトラウマなんですよ。あ、もうトラウマに近いですか。はいはい、あ、トラウマそのものですか。学校行くと思ったら、ちょっとお腹痛いなってなってくるだろう。どれほどの被害だよ。誰もまだ歩いたことのない新設を僕が行かなきゃいけないって考えると寒いんですよ。結構な田舎に住んでらっしゃる。それでもやっぱり厳しかった。なるほど。で毎日その中を通うのが辛かったみたいなのが思い出されちゃうから、東京の10センチごときでもクラみたいな感じになっちゃう。なるほど、ありがとうございます。いい感じですね。はい、はい、最後春行きましょう。春は変態多いですよ。聞いてらんなかったね。私が嫌いなのは晴天なんですね。雲一つない天気が一番嫌いで、あの、私もやっぱり山登るんですよ。で山登った時にこう景色撮るんですけど、はい、青空の山っていうのは普通すぎて面白くないんですね。やっぱり雲がかかんなきゃいけないんですけど、その雲もやっぱりこだわりがあって、落ち継承の煙が出たとか、そうするともうさっとテンション上がって神さんが先に行ったって私だけ置いてかれてずっと雲の写真撮ってるみたいな。なんでやっぱり何もないと神さんと同じペースで歩いてちゃんと宿に着くっていう。別にあの喧嘩してるわけじゃないですね。なるほど、はい、何もないと仲良く登れるけど、やっぱりあのちょっとあの荒れた天気の方が、はい、特に台風とかもちょっと燃える感じなんですね。はい、あの乾燥が嫌いなんです。はいはいはい、あのなんでかというと静電気体質で、あの各部屋乾いていくとこう全体がね、かゆくなってくるんですよ、擦れて、はあ、こう静電気で布がこう体にくっついてきて、擦れてかゆくなってきて、でかつこう静電気が体に溜まると体調がだんだん悪くなってくるんですよ。でかつ切れやすくなるんですよ。でそれが自分で分かるんですよ。で普通の人がその、まあ、私ここの会社にいますから、はいはい、ドアノブありますよね、はいはい、ドアノブがうちあのこういうふうなあの鉄というか、ね、こういうドアノブなのでもうバジってなりますよね。あのまずこうちょっとこうベタって触れてからもう一回ひねるんですよ。でも静電気を抑えない
と、はい、あのやっていかビリビッてきますから。つかガススター危なくないですか。だから本当にあの静電気除去シートに触れてもダメなぐらい持ってるってことですね。ずーっと触れてから自分で給油する。それかもやってもらうしかという感じの嫌いな。はい、ありがとうございます。ちょっとでいいと思ってる。何ワット発揮できるのかちょっと測ってください。これ光るかもしれない。はい。あ、ここさん。はい。あの私あの名古屋出身でですね。はい。あの学生の時まで20年間ずっと名古屋で、あの暑い夏を経験してきてて、太平洋高気圧が日本を張り出してきましたって言うとですね、はい、あいよいよ名古屋の夏だってすごい好きだったんですよ。はい。はい、ところがですよ。はい。気象予報士になって自分が予想するようになってですね、その高気圧の張り出しってやつがつまんねんですよ。もうなんかこうもうちょっとなんかこう上の方に渦があってもいいんじゃないかっていう、なんかそのなんかつまんないなんかこうのっぷりしたようなのがなんか大嫌いになっちゃいます。だからあれなんだ、クソゲーみたいな感じだ。あ、そうなんですよ。もうなんか全然もうクリアできちゃうから、全然つまりなんかスライムを倒してるような感じ。なるほど。はい、変態ですね。はい、ありがとうございます。はい、あの本当はもう全員から聞きたかったんですけど、ちょっとさすがにこの人数やばいなと思って、あの、まあ、3人ずつにしてもらいましたけど、僕の3つちょっと紹介しながら、あのなぜ嫌いっていう話と天気に愛されるって話が結びつくのかっていうですね。まあ、僕なりの今日のお題なんですけど、まあ、僕の嫌いはですね、まあ、強風っていう人いましたっけ、いましたっけ、強風が嫌いな人いました。10メートル以上は嫌ですっていうのがあるんです。は、10メートルまではあの割と、まあ、8メートルも結構強いですけど許せる強風なんですよ。で確かに無風もきつかったりするのはよくわかりますよ。だから3メートルぐらい欲しいよねっていうね。ありますよね。はい。でもね、あの嫌いなやつに対してこう結構漠然としてるのを実はその数字でちょっとはっきりさせるっていうのは僕こうあの意識的にやってみるとちょっと見え方変わるなって思うんですよね。で嫌いなやつだからほっといてると思うんですけど、何パーセントでもいいし何メートルでもいいし、まあ、天気図いったらこれの時のこういうやつだみたいなのでもいいんですけど、なんで自分力南岸堤が何キロ離れてるときはあのオタクはそういうことを言うかもしれませんけど、あの数字となんかあのちょっと具体的なやつであの嫌いなやつをちょっと豊かに表現すると、あの意外とね愛しいやつに変わってきたらいいかなと。でもまあ変わらなくてもいいんですけど、はい。でまあ続いてですね、第2位はですね、まあ第2位ってことなんですけど、90% 以上はもう耐えられないですよね、はい。まあ、80でも十分蒸し暑いんですけど、はい、あの90は多分なかなかめったに、はい、そういう場所に行かないとあのお目にかからないと思いますけど、でまあ季節にもよりますけどね、はい。まあ、新潟なんかだと冬ですね。で南の方行くと冬じゃなくて、まあでも東京で90もなかなか行かないんですかね。はい。まあ、僕はあの観測とかで鹿児島に梅雨の観測に行ったりとかすると毎日90なんですけど、これはきついなっていうのはやっぱりね体験すると分かるんですね。はい。これを多湿って言うんだなっていう感じです。はい。それであの、まあ、梅雨の研究をしてるから梅雨の小雨が好きだみたいなことを言ったんだな、こいつちょっとかっこつけたなっていうね思った人いるかもしれないですけど、梅雨明け前の土砂降りがあの大雨嫌いって言ってた人いますけど、まあちょっとこうなんかね、あのなんて言ったら表現のしようがない土砂降りなんですよ。梅雨明け前のあの鹿児島とか行った時のね、僕が体験したやつはですね、でもうちょっと怖いですね。はい。あの大雨でちょっと不快だとかそういうレベルだったら別に全然僕 OK なんですけど、あの傘とかカッパとかそういう運じゃなくて、もうあの防災センターとか行くとあの雨降り体験機とかありますけど、あれをね、あれを体験だからまだいいんですけど、本当にやられるとやっぱ本当怖いですね。あの30を1時間やられたら結構きます。精神的にきますね。
で僕はあのこの嫌いなやつがあの今日は僕はあの天気が愛される技術のポイントじゃないかなと思ってるっていう話が、まあ、僕の、 あの、まあ、研究してるからわざわざこういう話もあるっちゃあるんですけど、そもそもですね、まあ、この中で結構書いたんですけど、もともと嫌いだったんですよね、梅雨雨、はい、っていうエピソードから始まるんですよ。もう俺のことしか書いてないですからね、この本まあ、なんで嫌いだったかを延々と書いてて、でそれを解決したいという欲求から研究者になってるようなところが書いてみたら分かったんですけど、まあ、研究者じゃなくてもいいんですけど、その嫌いなところを具体的にしていくと、まあ、そこからなんかその意外とそのこういうのはちょっと別な側面だなっていうのはある時気づくんですよ。それで、まあ、ちょっとかあの書いてみていただいたか分かりませんけど、嫌いなやつからですね得られることがあるのかどうかっていうことなんですよ。別にその得するのがいいっていうのはちょっとおっしゃったかと言いましたけど、嫌いなことから得したと思えることが出てくるんだったら、それただの嫌いじゃなくなるじゃないですか、はい、あのそれがねあの研究をしていく段階でこう結構出てくるんですよね。嫌いなものを追いかけていったら、まあ基本的に大雨で災害が起きましたみたいな話しか研究しないですから、そうするといいことなんて基本的に一つもないはずなんですけど、そこから得られることが結構出てくるんですよね、はい、でそれがあの見つかれば見つかるほどあのいいんじゃないかなと。